昨日は雨風ともに強いところがありましたけれども、うんね、今日はだいぶ落ち着きましたよね。そうですね、うん、気温、はい、気温何だいぶお天気落ち着きましたよね。あ、お天気ね、落ち着きましたね。ちょっとこの距離だと適当じゃない、はい、ボリュームアップしてうんとか言ったけどごめんなさい、聞こえてなかったの。とんでもないです、はい、ちょっと声量が足りず、いや、こちらこそごめんなさい、申し訳ありませんでした。適当じゃないですよ、はい、お天気落ち着いてきて、だんだんとこう青空も隙間から見えてきましたよね、はい、うん、嬉しいですよ ね、まあ、今日日曜日ということで洗濯物などを外に干す方もいらっしゃると思いますが、はい、干せそうなところも多いですしね。そうですよね、うん、今のこの辺りのお天気見ていても、はい、あ、干せるかなっていうところなんですけれども、はい、ちょっとにわか雨が心配なので、はい、そうなんですね、大事なお洋服は部屋干しがいいかもしれないですね、はい、いいですね、はい、そして、まあ、こういったリポートもいただいておりました、はい、群馬県館林市もももんさんからです。動画のリポートで綺麗なんです。綺麗ですね、いろんな雲があって、なんか鳥の羽のような、ね、ですよね。あとびっくりマークが逆になってるのも出てくるんです。これ下の、あ、逆びっくりマークがいっぱい並んでる。逆びっくりマーク、人間の、うん、人間、なんか足跡にも見えました。足跡に見える、うんうん、ゆいちゃんは足跡に、人間の、人間って何、人間の、人間の、何それ、なんか人間のどこの部分、あのよくあの、はい、お手洗いなどで見るあのシルエット、男性マークみたいな。ゆいちゃんは足跡に見えた。感性が独特ですね。そうですかね、本当ですか。確かに、でも本当に、あ、ここ、ここね、ここ、ここ、いっぱいいっぱい人が並んで、確かにあります。あの最近お手洗いのマークって結構スタイリッシュなものも増えてきましたよ ね、はい、ね、難しいの多くないですか。難しいです。どっちに入ればいいのかなって間違えそうになりますよね。おしゃれすぎて難しくて、あとあの男性女性って書いてない時、はい、あのジェントルマンと、あ、レディース、あとあの英語でもない時、なんだろう、フランス語みたいな時も、もう分からない、何語だろうみたいな、ありますよね、ありますよね、分かるようにしていただけたら助かりますね。さっきみたいな、あのこういうのだと一番、ね、はい、ということでこういったね、はい、あの穏やかな空も広がっておりますが、うんうん、関東では天気変化する可能性もありますので注意が必要になりそうです。またこの後どういったところ注目していくでしょうか。そうですね、先ほど洗濯のお話もしましたけれど、はい、洗濯情報、花粉情報なども見ていきたいと思います、はい、ちょうどサンシャインの時間帯、日本海側の、ね、曇り感、にわか雨というのも落ち着いてくるところもあるかなと注目していければと思います、はい、うん、はい、回復するところも多いですので、はい、日差し有効に活用したいです ね。そうですね。この後8時からのサンシャインもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、ここまで3時間はウェザーニュースライブモーニングをお送りしていきました。